どれも不正解というオチでした。本日の宿題は残せな僕のことかぶそくない自由な最近に生きていて、でもどうして僕たちは時々に山に突っ悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。黒板のこの漢字で読めますか、あの子の心象は読めますか、その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その手のこの刺激が解けますか、あの子の首の輪も解けますか、僕たちこのままでいいですか、おいどうすんだよ、もうどうだっていいや。Yeah.